願いします。はい、ありがとうございます。はい、めっちゃ眩しい。はい、すいません。はい、皆さんお集まりくださりありがとうございます。ヤフージャパンの山口と申します。私の方からですね、ヤフーがここ、5年ぐらいの間やってきたその CI/CD の、改善のですね、歴史について、今日はですね、お時間いただいて少しご紹介をしようかなと思っております。で、皆さんの会社ごとにですね、状況とか違うかと思いますので、一つの事例という形で今日、ヤフージャパンの事例を、持って帰って何かしらの役に立てていただければというふうに思います。で、基本的にはですね、ヤフージャパンのようなですね、大規模な企業とかですね、あといろんなプロダクトサービスを持っている企業においては、こういったことが起こるんだよというのはですね、少し、皆さんに持ち帰りいただけると、持ち帰りいただけるんじゃないかなというふうに思っております。で、簡単にですね、私自身の自己紹介を最初にさせていただくと、私自身はですね、ヤフーの中におきまして、テストですとかテスト自動化、あとアジャイル、スクラムとかですね、XP ですとか、そういったものの、コーチとかですね、それのコーチをしているチームのマネージャーなどをしておりました。で、もともとはですね、プログラマーだったんですけれども、そこから流れて、いろいろ、キャリアを変えて今の状況になっております。で、今日これから皆さんにですね、お伝えするそのヤフーのお話をする前に、そもそもですね、ヤフーの、どういう、今日話の中に関係するちょっと特徴を少しご紹介しようかと思います。で、まずですね、昨日ですね、弊社の西島さんの話を聞かれた方はすでに聞いてるかと思うんですけれども、ヤフーはですね、大体今そのプログラマーですとかデザイナーって言われるものづくりにかサービス開発に関わる人間が大体3000名ぐらいいます。で、その中において大体その人たちが大体100以上の、サービス、ヤフージャパンのトップページですとか広告ですとか、あと乗り換え案内ですとか、さまざまなサービスを作っております。で、そういったサービス、さまざまな人たちが作ってるんですけれども、ヤフージャパンという、全社的にですね、決められた QA ですとかテスティングのプロセスというのは実は持っておりません。で、またですね、そういう専門のやる人、その QA さんですとかテストエンジニアの部門というのは実はございません。基本的にはサービス開発をしている、組織チームであったりグループだったりするところが、その責任を持ってテスト、クオリティアシュアランス QA を行ってリリースをしていくという形になっています。またですね、ちょっと、後ほど、その課題とかに出てくるので紹介するんですけれども、この、体制でものづくりをしているんですけれども、中のですね、チームメンバーって言われている人たちは結構頻繁に社内での移動が行われています。大体3年ぐらいで、移動をする、部門を変える、チームを変えるということを行っております。そういった特徴があるのが今のヤフージャパンというものになっております。で、今日お話しする CI/CD のパイプラインの、スタッツというか状況を少しご紹介すると、これ、昨日もお話し皆さんお伝えしているかもしれませんが、大体今ですね、4万ぐらいのですね、パイプライン、パイプラインという申し上げているのは、実際ビルドしてデプロイしていくという、一気通過のものもございますし、ビルドとかテストをきちっとしていくだけの部分、デプロイだけをする部分、いろいろなもちろんパイプラインがあるんですけれども、大体4万以上が社内には今あります。で、毎日大体ですね1万5000以上のパイプラインというものが動いております。昨日の西島さんの話にもありました通り、これパイプラインの数ですので、この中でどのくらいのテストがじゃあ動いているのかっていうのをことに関しては我々実は計測をしていないんですけれども、相当数の数が動いているんじゃないかなというふうに我々は思っております。で、その、実際にパイプラインですね、どういう構成になっているかっていうのがこちらになります。基本的にはですね、センターに置いているパイプラインツールと言われているもの、これを軸に
実際作ったものを、まあ、リポジトリの中に入れたりですとか、そのままデプロイしていくというようなことを行っております。あ、すみません、申し上げるのを忘れていた。この資料ですね、後ほど公開しますので、特にこの資料自身を取っていただかなくてもいいかなと思っております。はい、こういった形で、まあ、パイプラインを現在を構成して、デプロイとかですね、リリースを行っています。ただこれは、今できているもので、先ほどのこれからお話をする5年ぐらいかけた5年前とかにはこの形は全くありませんでした。そういった話をですね、今日はお話をしようかと思っております。で、話の流れ、ヤフージャパンの中でですね、大体3段階、3つのですね、その改善のプロジェクトというのが走っていましたし、今も現在3個目が走っている状況です。それについてですね、これから紹介をしていこうかと思います。まず1つ目のプロジェクトの話をします。で、1つ目なんですけれども、そもそもですね、これどういう状況だと、そのこれ大体2013年の頃の話なんですけれども、どういう状況かっていうと基本的にはですね、マニュアルテストをして、手動で、まあ、デプロイをしていくっていうのが一般的な状態でした。で、もちろんですね、その中でも、まあ、技術的に優れているチームとかですと、まあ、ジェンキンスを使って自動テストしたりとかデプロイをするという工夫をしているチームはあったんですけども、ごくごく少数で、基本的にはですね、マニュアルテストをしてマニュアルでデプロイするという、これが一般的でした。で、そういう状況下です。もちろんそのこと自体も問題なんですけれども、そのヤフー全体、ヤフーの全社として見た際に、このそのやり方です と、最新のセキュリティのイシューがですね、発生するような OS を使い続けてしまうという、恐れがあったりですとか、あとそういった古い OS に対応したりですとか、古いミドルウェアに対応したりするっていうことで、結構ですね、その実際ものづくりではなくて対応コスト、そのセキュリティだとか古いミドル、古い OS に対応しなきゃいけないというようなコストが発生するというのが全社的には結構問題になっておりました。で、ですので、そういった課題を解決しようとして立ち上がったのがこの1回目のプロジェクトです。実はで、ですのでトップダウン、その、技術的な、部門長というか責任者が、これを技術、特にものづくりしている人たちには全員やりなさいという形でアナウンスをかけたものが、その作っているソフトウェア、ヤフー今23年ぐらい創業経ってるんですけれども、よくわからないソフトウェアというのが残念ながら社内に結構あったんですね。で、そういうのがあると誰がこれをアップデートするのかよく分かんないとか、セキュリティ対応するのか分かんないっていう、先ほど言ったようなリスクがあったので、誰の持ち物であるのかをはっきりさせようっていうのが行われました。その技術分野の責任者から、開発者全員に対して指示が出ました。またですね、それと同時に最新の OS で動かすっていうのがマストだっていう形で指示が出ました。で、技術分野の責任者はそれ言って、開発者の人たち皆さんやるんですけれども、それだけではなくて、実際にそれを少しでも、アシストするという意味では下のボトムアップというふうに書いたんですけれども、それらを助けるために、楽に使えるようにということで、ジェンキンスのですね、使い方をですね、レクチャーしたりですとか、コーチしたりですとか、サポートするという部門ができて、全社的にそういったものを助けるというのが行われるようになりました。で、これによりですね、そうか、これで、どんどん進めていったんですけれども、このプロジェクトそのもので、ちょっと課題になったのが、そのあくまでもですね、この1回目のプロジェクトの際に問題になったのものなんですけれども、技術分野の責任者が開発者も全員 やれって言っただけなので、ビジネスのゴールとかが実は変わってなかったんですね。なので、ビジネスのゴールはそのままに、やること、開発者的にはやることが増えたっていうことで、結構ですね、辛いっていうか、難しい、リソースがない中やらなきゃいけないっていうことで難しいっていう話が結構、PG の中では現場からですね、 PG の方に寄せられることが多くありました。で、それに対してはですね、素朴なというかですね、丁寧に一つ一つのチームに対して話を聞きに行って、状況を聞いて、こういう理由でやりませんかというのを話していくっていうのをやっていたんですけれども、やはりですね、ちょっ
残念ながら難しい人とか結構ですねうまくいかないっていうのはあったっていうのが1回目のプロジェクトでした。ですので結果としてですねとりあえずのパッケージソフトウェアのですね誰がオーナーであるか誰が、アップデートしなきゃいけないのかということですとかあと最新の OS で動かすっていうことができるようにはなったんですけれども遅れてしまっ、まあ、遅延がしてしまったりっていうのがどうしても発生するっていうのがこの1回目のですねプロジェクトで起こりました。で1回目のプロジェクトですね、なので実際にはですねこういうセキュリティ要件をまあよりクリアにあ、まあ、リスクではないセキュリティ的に何か問題あった時に対応コストを下げたいというような目的で起こってはいるんですけれどもその CI/CD の側面から見るとそのジェンキンスを入れるようなチームが増えたりですとか最新の状況にアップデートして、まあ、その継続的にですねアップデートし続けていけるような土壌を作ることができたっていうのがこの1回目のプロジェクトでした。で2回目のプロジェクトここがこの2回目のプロジェクトがですね実際にはその CI/CD を導入するのを、まあ、本番というかですね実際に入れてったっていう形 になります。これだいたい2016年ぐらいだったかなから始まったプロジェクトです。で状況としてはですね先ほどの1回目のプロジェクトの結果いくつかのチーム、まあ、ジェンキンスを使って実際に CI/CD を始めるチームとかが増えたんですけれども、まあ、結局はですねその重要だっていう認識はできてたんですけれども、まあ、手が出なくてやってないっていうチームが大半でした。でそういった状態ですので、まあ、世の中もう2015年3年とか4年前になってくると世の中その CI/CD やっていこうよとかやった方がいいよねっていう、まあ、認識ができていたので我々も遅れそれに遅れてはいけないよねっていう、まあ、課題感というのが強くなってきて実際にやっていこうっていう話になりました。まあそうですね。であとですねその CI/CD やっているところもあったんですけれどもCI/CD を、まあ、先ほど申し上げたジェンキンスで個別でやっていたってチームごとにやっていたのでそれの保守ですねジェンキンスの保守をするコストが高くなっていたということとあと先ほどちょっと申し上げた通り社内でですねどんどん移動してきたときに移動してきたところのその CI/CD のシステムがですね元いたところと大きく違ってですねその学びのコストが結構大きいとか直したいって思ったときによく分かんないということでそこのコストがバカにならないよねっていうことから単純に CI/CD を導入するということだけではなくてそこのそもそものジェンキンスに頼って CI/CD をやるっていうことがちょっともう無理なんじゃないかっていうのが出て2回目の実際にじゃあ CI/CD を全社的に導入しようっていうプロジェクトが起こりました。でですのでその今度はですね技術部門のトップからそのなんて言ったらいいんですかねちょっとうまく伝わるか分かんないんですけれどもその全社的に、まあ、メンテをする CI/CD のシステムをいくつか選定してそれを使いなさいっていうふうに各サービスの開発者たちにお達しというかですね指示が出ました。またですね、まあ、当然 CI/CD ですのでテストコードを書きなさいということですとかあとそうですねその先ほどちょっとですね1回目のプロジェクトの時にリソースの問題でちょっと難しいそのビジネス部門のゴールが変わってないままですね開発者たちがやれって言われて難しいという話があったわけなんですけれどもそういったことを踏まえて今度はさすがに厳しいよねっていうことでその技術部門の責任者がですねビジネス部門のですね責任者に話をしてリソースをくださいリソースをまあ取ってくれというような話をするっていうことをですねまあ、指示としてやっていきそれを支えるためのですねボトムアップの活動として実際にそういうパイプラインツールをですねサポートするチームっていうのを結構ですね用意したりですとかあとですねその暗いのか失礼パイプラインツールをですねそのまあサポートするチーム用意したりですとかあとですねそのテストかけって言われてまあ、皆さん今日来てる中でも皆さん感じられてると思うんですけどすぐ書けるわけではないっていうのがありますのでそれを書くためのまあ書き方ですとかどういうところを書いた方がいいのかどういうふうにテストをまあ作っていった方がいいのかというようなですねサポートをしていくというのを行っていきました。で
実際、まあ、このプロジェクトを始めていってですね、まあ、ある程度その全社的に使う CI/CD のですねツールに移行してきたんですけれど、まあ、多くの開発者が移行してきたんですけれども、とはいえですねその E2E あのユニットテストは結構さっと移動、まあ、移せたんですけれども E2E テストがですね結構難しいっていうのがありました。またですねその、まあ、先ほど申し上げた通りレガシーシステムをヤフーは多く抱えているので、そこに対してですねこういう CI/CD 新しいシステムに移行しろですとかテストコードを書けっていうのはですねやはり難しくてですね、実際にそういった話がまあ盛り上が、まあ、そのプロジェクト運営する方に持ち上がってきたときに、まあ、どうしようかって話をした結果ですね、その E2E テストに関してはじゃあちょっとサイドプロジェクトを新しく立ち上げようっていう話になりました。でまたレガシーシステムのですね CI/CD に関してはこれはこの2回目のプロジェクトは無理だなっていうことを、まあ、責任者等々でですね話して決定をして次の機会に持って回そうという決定を最終的にはしました。ということでですね、まあ、比較的新しめのシステムですとか、まあ、移行ができるようなシステムは CI/CD その全社的なツール導入して、先ほど、まあ、最初の方に紹介したツールパイプラインに乗せて開発を進めていくということを行っていくことができるようになりました。ただですね、やはりそのレガシーシステムに関してはその2回、まあ、後回しにしようとした決定の通りで、まあ、できないねっていうことがこの2回目ではありました。でちょっとですね話がそれるんですけれども、その E2E のですね自動 E2E の、まあ、テストのですねサポートっていうのはどういうことをやったのかについて簡単にご紹介をしようかと思います。で先ほど申し上げた状況としては、まあ、その E2E テストを書きたいんですけど、まあ、やっぱり環境を作ったりするのが難しいよねっていうのがありました。なのであとやり方ですね、環境を作るやり方自体もよく分かんないということがありましたので、そういったものをですね改善しようとしてこのプロジェクト、プロジェクトというかですね、まあ、サポートの形ですねを始めています。ですのでこれはですねトップダウンのですね何かをやれっていう指示ではなくて、まあ、ボトムアップというかですねそういうサポートを立ち上げて実施していくという形をとっています。で特にですねそのウェブ、先ほども見せた中でセレニウムはですねまあ、ドッカーコンテナとかいろいろありますので結構やりやすいんですけれども、モバイルアプリの方が結構問題で安定しなかったりですとか、あとそもそも、その環境モバイル端末を用意するののコストがですねバカにならないということから、サポートまあなんとかしようということでサポートをしていくということを、そのサポートチームとしてやっていきました。で最終的にはまあ実際のサポートとしてはですねペアテスト、テスト自動化に関してはペアテスト、ペアでテストを書いたりですとかそういったトレーニングをしたりとかっていうのをやっていきましたし、あとはそのどういう順でですね書いていくといいんじゃないっていうようなサポートをしたりとかっていうのをやっていましたっていうような形で、徐々に E2E テストを増やしたりというのを現在、これは現在進行形なんですけれどもやっていたりします。で一番最後のですね3番目 3回目のですねその改善プロジェクトの話をですねちょっとしようかと思います。でこれはですね実は現在進行形の話なので、あまりですね最後の結果のところがうまくお話ができないんですけれども、基本的にはですねレガシーなシステムに対してやっていくというものになっています。ですのでよいしょ、そこのレガシーなシステムをどうにかしなきゃいけないっていう完全にモチベーションになります。で基本的にはですね、まあ、技術的な、責任者から、まあ、同じように今までと同じようにレガシーシステムもその CI/CD に載せなさいっていう話です。でただこれはレガシーシステムをその改善するっていうのはやはり大きなですねリソースがかかりますので、先ほどから言ってるようなまあ、偉い人同士で話をする、技術の偉い人とビジネスの偉い人と話をしてきちっとリソースを確保するっていうのはもうこれは絶対的に必要だったので、それはもう、社長と、話をつけるというようなレベルで、実際にはこのリソースとかをトップダウンでやっております。で
先ほどと基本的にはですね、それを実際実現するためにツールのサポートですとかテストのサポートといったものを継続的これらもやっていきます。でレガシーシステム、先ほど申し上げた通りこれ現在進行形で、今のところですね2020年かその辺ぐらいを目標にどんどん進めていってるんですけれども、徐々にですね大きなシステムがその今でいう、まあ、その今の、まあ、CARS ですとか CARS のようなコンテナとかそういう、ベアメタルからですねそういった新しい環境にどんどん移行した上でかつテストをしやすい環境にしてどんどんテストをつけていくっていうのが数値としても少しずつ伸びてきているのが今の状態になっています。ということでですねちょっと駆け足になってしまって申し訳ないんですけれども、ヤフージャパンがですね今まで、まあ、2013年ぐらいからですね、まあ、長々とですねやっている3回のプロジェクトの改善プロジェクトの話とあと5位の少しご紹介をしました。でですね、まあ、この仕事をずっと、まあ、5年ぐらいやってるんですけれども、結構ですねやらないといけないんですけれども時間はかかるかなというふうに思っています。で特に大きな人数で大きなサービス、いろんなサービスがあるともう状況が全く違うんですね。なのでそれに合わせてやっていくことを考えると、まあ一足飛びにすぐじゃあ来年できますということはないのかなというふうに思っています。ただですねこれ改善していかないとどっかでですねもう直せなくなって捨てるっていうことが起きてしまうので、まあ、長い時間をかけてでも、まあ、継続的に改善をし続けるということ自体をですねちょっとやっていくっていうのが今のヤフーになっております。ということでですね駆け足で申し訳ないんですけれども、これで私の発表を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。センキュー山口さん。いやじゃあ一つだけご質問があればどなたかいらっしゃいますか。はい、じゃあちょっとマイクはないかな。あ、島根さんあちらに。一応通訳、日本語の方が通訳つけてもいいですか。あ、そうですね。お話ありがとうございました。私もレガシーシステムにちょっと関わっているんですけども、今の話はそのレガシーシステムをこう置き換えるというか、テスタブルの状態にするっていうのを2020年頃でお話があったと思うんですけども、うん、置き換えられているか、それが完了したっていう基準とかっていうのはどんなふうにこう捉えられてますか。ありがとうございます。で完了したっていうのはですね実はおっしゃる通りで明確な定義は多分できないと思ってるんですけれども、今弊社の中ではですねテストの量がどうこうっていう話は実はなくて、こういうそのパイプラインを使えるようになったというような認識で今動いております。なのでその手でデプロイしてたものとかが先ほど紹介したようなパイプラインツール、まあ、スクリュードライバー CD とかのでデプロイできるようになったら OK っていうふうな認識です。じゃあどうも山口さんありがとうございました。